もうわかってるだろ。ここで情けをかけられて、僕が喜ぶと思ってるのか？そんな哀れみはいらない。そんなためらいはいらないんだよ。近くだし行ってみないか。調べて回るぞ。うまく使えば認知の書き換え、そんなことまでできるの？さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。なんかちょっと様子が変じゃねえか。ありがとう、カウンセリング受ける気になってくれて。ここ最近誰かに見られてる気がして。尾行されてたってこと？先輩はまだ怪盗団を続けるんですか？普通はこんな面倒ごとに関わりたくないんじゃないかなって。結果が出ないと分かったらポイ捨てか。だが少なくとも我が輩たちの働きで悪い可能性は詰めるはずだ。人間にはね、自分に暗示をかけてその通りに自分を変えていく力があるんだ。男子だけで行くぞ。誠や兄には黙っとけよ。期末試験やばかったのに遊んでんのバレたら、特に誠がやべえ。おう、あれだけ応援してたくせに、こんな手のひら返しあんまりです。俺は逃げてたんだ、すまない。望みを何でも叶えてやるのが正義じゃねえだろ。何が正しいかは自分で決める。自分だけ逃げる真似はしたくねえ。それが我が輩たちの美学だ。